前回の動画ではアートメッシュにパラメーターをつけ動きをつけましたが、今回はアートメッシュをデフォーマに入れて動きをつけていきます。実際につける動きは、顔を傾ける動き、髪揺れ、腕の動き、体の傾きと上下の動き、この4つになります。まず最初に今回使うデフォーマとは何か説明していきます。サンプルモデルを表示させると、グレーの四角や赤い棒が複数表示されています。これがデフォーマです。デフォーマは中にアートメッシュを入れることで変形させたり回転させたりができるようになります。デフォーマにもアートメッシュと同様にパラメータをつけることができるので、使い方を覚えればキャラクターにいろんな動きをつけられるようになります。グレーの四角と赤い棒は両方デフォーマですが、2つは別々の使い方をします。グレーの四角はワープデフォーマと言います。ワープデフォーマは中に入っているアートメッシュを変形させることができます。赤い棒は回転デフォーマと言います。回転デフォーマは回転の動きに特化したデフォーマで、角度を数値で指定して回転させることができます。主に首や腕、足などに使用して傾ける動きを作ります。それでは最初に回転デフォーマを使って顔の傾く動きをつけてみましょう。顔の傾く動きはライブ 2D のパラメータでは角度 Z という名前になっています。まず頭の部品を回転デフォーマに入れます。パーツパレットから首、腕、体、足にロックをかけた状態にします。ロックをかけたらコントロール A でロックがかかっていないアートメッシュをすべて選択します。選択した状態で回転デフォーマの作成をクリックします。するとこのようなダイアログが出てきます。名前は任意のもので構いません。挿入先でどこのパーツに挿入するか決めることができます。今回は顔の回転なので顔を選択しておきます。追加先は必ず選択されたオブジェクトの親に設定を選んでおきましょう。各種設定が確認できたら作成をクリックします。回転デフォーマができました。回転させると選択していた顔のパーツが回転します。もし抜けている部品があった場合は、アートメッシュを選択後、インスペクタからデフォーマを選択することで入れることができます。デフォーマはコントロールを押しながら移動させることで位置を調整することができます。この操作はワープデフォーマでも同様です。コントロールを押しながらでないと中に入っているアートメッシュも一緒に動いてしまうので注意しましょう。デフォーマは顎の位置に持っていきます。位置の調整ができたらパラメータで動きをつけましょう。パラメータをつける手順はアートメッシュの時と同じです。顔の回転 Z のパラメータに3点挿入をして動きをつけます。今回は左右10度動くようにします。回転デフォーマはインスペクタパレットの角度に数値を入力することでも動きをつけることができます。これで顔の傾きがつけ終わりました。次にワープデフォーマを使って髪に揺れをつけていきます。前髪のアートメッシュを選択し、ツールバー中央のワープデフォーマを作成をクリックします。回転デフォーマの時と同じようにダイアログが出てくるので各項目を確認します。一番下の項目は回転デフォーマの時にはなかったものです。ベジの分割数は 2×2、 変換の分割数は 5×5 にしておきましょう。数値の入力が終わったら作成をクリックします。ワープデフォーマができました。デフォーマを変形させると前髪も一緒に変形します。ではデフォーマに前髪の揺れの動きをつけていきます。パラメータが左に動いた時に毛先が左に揺れ、右に動いた時に右に揺れるような動きをつけていきましょう。ワープデフォーマを変形させる時はツールバーにある編集レベルに注目しましょう。レベル3が大まかな動き、1が細かい動きをつけるのに向いています。慣れれば編集レベルを使って効率的に作業をすることができますが、慣れるまでは基本的に編集レベル2を使うことをお勧めします。揺れの動きはデフォーマの下の方を動かすだけで簡単につけることができます。底辺側のハンドルを揺らしたい方向に動かします。この時揺れた方向に少し持ち上がると自然な変形に仕上がります。片方の動きが作れたら反対側の動きを作るのですが、自動で作成する機能があるので今回はそれを使います。
動きをつけた方にパラメータのスライダーを動かし、パラメータパレットのメニュー内にある動きの反転をクリックします。ダイアログの中心にある基本設定は反転する方向を選ぶことができます。揺れや角度 Z など横方向の動きに関しては水平方向に反転を選択します。顔や体を上下に動かす Y の動きに関しては垂直方向に反転を選択します。今回は揺れの動きなので水平方向に反転を選択します。反転する軸の設定はアートメッシュに対して動きの反転を使用する際に設定します。詳しくはマニュアルページをご覧ください。OK をクリックするとパラメータの反対側が赤くなります。赤くなっていた方にパラメータを動かすと動きが反転されていることが確認できます。これで前髪の揺れが完成です。後ろ髪、横髪も同様に動きをつけましょう。これで髪の動きがつけ終わりました。次は腕の動きをつけていきます。顔と同様にハートメッシュを選択してから腕に回転デフォームを作ります。ただこのままだと腕は下がっているのに回転デフォームは上を向いていて角度がつけづらいのでデフォルトで腕に合わせた角度にしておきます。コントロールを押しながらハンドルを回すと角度を調整することができます。角度を調整したらインスペクタの基準角度を設定をクリックすると基準角度が設定されます。基準角度を設定しておくと数値で角度を指定しやすくなります。デフォームの調整が終わったら動きをつけていくのですが、腕の動きはデフォルトのパラメータの中に含まれていないのでパラメータを新規で追加します。パラメータパレットの下にパラメータ作成があるので、ここからパラメータを新規で追加しましょう。名前は腕、ID はアームにしておきます。パラメータの範囲は、今回は腕を上げる動きしかつけないので、0から30にしておきます。回転デフォーマにパラメータを2点挿入し、30になった時に上がるような動きをつけましょう。上げた時に腕が細い印象になってしまったので、今回はアートメッシュにもパラメータをつけて太さを調整しました。左腕も同様に動きをつけていきます。これで腕の動きがつけ終わりました。最後に体の傾き、上下の動きをつけてみましょう。この動きは全身をワープデフォーマに入れて動きをつけます。今までの手順だと、すべてのアートメッシュを選択してデフォーマを作成するのですが、すでに頭や髪の毛などはデフォーマに入っているので、親に設定して作ることができない状態です。なので、今回はまず空のデフォーマを作り、その後オブジェクトを入れるという手順にします。また、傾き用のデフォーマと上下用のデフォーマ2つが必要になります。このように2つデフォーマを連続して作成したいときは、左端の連続作成を押すことで続けてデフォーマを作ることができます。ちなみに小さい方が大きい方のデフォーマに入っている状態です。この小さい方に他のオブジェクトを入れればデフォーマで全身を変形させることが可能になります。オブジェクトをデフォーマに入れたいときはデフォーマパレットから入れたいオブジェクトをドラッグ&ドロップするか選択した状態でインスペクタからデフォーマを選ぶことでデフォーマに入れることができます。それでは小さい方に上下の動き、大きい方に傾きの動きをつけてみましょう。体の上下は、体の回転 Y というパラメータに動きをつけます。上がる動きと下がる動きをつけるので3点挿入します。足元が浮いてしまうと、モーションをつけるときに使いづらいので、足元は接地面から離れないように変形させます。こんな感じです。体の傾きは、体の回転 Z というパラメータに動きをつけます。体の傾きは横に平行移動するのではなく、弧を描くように変形させるといいです。ここでも揺れで使用した動きの反転を活用することができます。以上で今回の動き付けは終わりました。デフォーマーをうまく使えば、いろんな動きをつけることができるようになります。基本的な動きの付け方は、どのパーツも同じなので、サンプルモデルなどを参考にしながら、キャラクターをたくさん動かしてみましょう。Viewエリア右下の再生ボタンを押すと、ランダムで動きを確認することができます。さらに、録画ボタンを押すことで、ランダムの動きからモーションを作成することができます。
もちろん自分でパラメーターを動かしてモーションを作ることも可能です。次回のチュートリアルでは顔を上下左右に動かす動きをつけていきます。